ちは芸人アイドル S5 よろしくお願いします。なんと今回は、はい、三遊の色決定イエイ。はい、ということで今回もなんと今までね、はい、この自前の白 T に手書きで書いた S5 だったんですけど、今日 T シャツがなんと届きましたので、はい、ちょっとね、茶湯の色を本決まりしようということで、ちょっと今から何着か着替えていただいて、はい、ちょっとそれを着てね、ああでもないこうでもない言いながら、最終的に新生 S5 がどんな T シャツカラーになったかを見ていただこうと思います。それではまず1着目どうぞ。それではおどうぞ。バーン、オレンジちゃんイエーイ。ありがとうございます。綺麗、うん、いいですね。いいね、明るい、うんうん、なんか白だったけど、うんうん、いい感じだね、オレンジ、うん、結構ね、太陽のエナジー感じてますわ。いいじゃん。はい。フレッシュマンゴーって感じ。うん。うん、いい感じ、いい感じ。いや、集中してんじゃん。いいですね。いいね。すごくいいと思う。いや、目を押さえて見てないんだよ、色ほぼ。ちゃんと色見て。見て、見て。見て。ちゃんと色見て判断して。うん、いいね。ザトウイチなんだよ、一人だけ。いや、今ザトウイチいらないんだよ、絶対。いいでこそ。いやいや、見て、ちゃんと。うん。いい、ぼやけて見えるけど、でもいいね。いや、それセリフいらねえよ。見てる人わかんないから。うん、ただいや、めちゃくちゃ茶色っぽい派手な感じするから、なんかそのさ、うん、パーティーピーポー、うん、もしくはなんか、うん、パリピみたいな感じ。うん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 。え、一回ジョージとさ立ち位置、同じだけどね、パリピとパーティーピーポー。一回ジョージと立ち位置変わってさ、そのあ、立ち位置通りの並び一回見てみよう、うん、見てみましょうか。はい。おー、なんかなんかちょっとなんか赤二人いる、なんかそうだね、いるような気もしないでもないね。こうやって見るとちょっとかぶってるね。もったいねえな、うん、もったいないね、これは。チャイエのキャラがね、なんかせっかくね、うん、ちょっとなんかまあいいっちゃいいけど、うんうん、ちょっと検討です、ね、ちょっと検討、うん、ちょっとこれだからね、あの YouTube 見てる視聴者プレゼントに、うん、あのしようと思いますんで、1万人行かなきゃ1万人行かなきゃ。あ、でもいや、もう行ってるかもしれない、実は。あ、そうだね、うん、これ一応1万人にチャンネル登録がいったら、うん、吉本的にはあのプレゼントできるらしいんで、okay. ちょっと後でね、あのチャンネル登録者数確認してみます。はい、はい、じゃあちょっとね、うん、2着目いっちゃう目、はい、じゃあ2着目いっちゃいましょう。お着替えチャンユー。続いての色はこちら、デデーン、紫。イエーイ、めっちゃ良くない？めっちゃかっこいい、めっちゃいい、いいよ。ほんとなんか昭和のアイドルみたい。うんうんうん。ナスは紫。あ、ほんとだ、まさに。あの、待って、俺トマトの色赤色、うん、ナス紫、うん、うん、ピーマンの色みたいな。待って、もっとメンバーの色を現メンバーが受け継ぐ、うんうん、で、トマトの色赤色です、ピーマンの色は緑か。あ、そうか。で、ナスは紫、かぼちゃ黄色、キャベツ白色、ごぼうは黒色。おい、青出せよ。青、いやいや、黒にしよう、黒いるだろ、もっと青。これ、フラグじゃない、フラグ。お、フラグ。そうだ、まさに。どういうこと。え、黒すりゃいいじゃん、そしたら、うん、意味わかんない。俺だけなんかライバル会社の意味わかんないでしょ。いいと思うけど。いや、でもいい、いや、かっこいいんだけど、うんうん、ちょっと一回並びが、あ、並んでみてね、確かに色近いから、コントラストみたいになってるから、うんうんうん、なんかコントラストの合間にジョージ入ったみたいになっちゃうから、うんうんうん、ちょっと変わってみます、ね、ちょっと一回変わってみよう、はい、あ、でもかっこいいんじゃない、うん、かっこいいはかっこいいんだけど、うんうんうん、ちょっとかぶってるかなっていうのもありますね。もったいない気がする、うん、いいんじゃないかぶって、キャラかぶりしてんだから。じゃあよりダメだよ。せっかく S5 ってカラフルでっていうさ、うん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 、結構コンセプトだったけど、はい、なんか3分の2ほぼ同じ形状っていうのはちょっと、うん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 、いや、いいよ、じゃあ俺が赤紫に切るわ。じゃあほんとコントラストになって終わりだよ。いっちゃんほんとの紫、うん、グラデーションでいきましょう。グラデーションね。うん、うん、じゃあちょっと紫いいけど、うんうん、ちょっとね、検討、俺紫でいいと思うけど、うん、検討、うん、まあ、ここは満場一致でいかないとね、うん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 、で一応ちょっとね、うん、ある人から、うん、あのちょっと前に実はコメントもらってます。あら、うんうん、はい、あら、まあちょっとそのね、はい、ちょっとコメントを見ていただこうと思います。はい、それがこちらです。ん、何かこう言い残したこととか、これだけは言っておきたいみたいなことがあれば。そうですね、うん、
緑引き継ぎます色決まってないし緑だったら緑引き継ぎますか重いな緑は重いな別に重いとかないですただ衣装を切るだけなんでそうなんですバランスでねいやアイドルの襲名戦みたいなね、うんうんうん、引き継いでいくみたいなのもありますからね蜂の魂を、うんまあ、それはもう僕が抜けた後は、ね、もうお任せしますんでもうメンバーで話し合って、うんはいはいそうだね。そうですね。でもちょっと引っ張られるから怖いけどね、ヒゲとか生やしたくないもう黙ってこう。いやもうぜひぜひやって。ハチじゃん。本当だよ。はい、ということでちょっと映像を見ていただきまして。はい。ちょっとね。はい。まあ、誰かこうね、うん、まあ前のハチさんの意思を受け継いで。うん。ちょっとね、やっていこうかなって気持ちもありますので。そうですね。この意思を引き継いだらもうヒゲも伸ばさないといけないので。いいキャラはしなくていい。さっきの映像でもでしょあのただ緑を着るだけですか、うんうん、意思は引き継がなくていいただ夢に向かっている気持ちだけは授かってそのまま一緒に登っていこうじゃあこの緑には、うん、8の思いも詰まってるわけだよ、ね、そういうことじゃあ S5 4人じゃん本当そうだよ、うん、本当の4人組で S5 じゃんそうだよだから8は8は本望じゃないかもしれないけどちょっと待って本当で1人足りないよねあと1人は増田さんでしょファンはしがみついていくから過去の栄光ずっとしがみついていくから今年1年はそれでいくからじゃあ増田さんも S5 の一員ということでそう嬉しいね、うん、レベルアップするねそうだよ、うんうんうん、じゃあちょっとねファンがいないんだそこに登場していただきましょうどうぞイエッズドーン、はい、やってまいりましたはいはいなんかこうグリーン落ちなんかやっぱ色的にやっぱ落ち着きますよね、うん、で見慣れてるからしっくりはくるな、うんうん、バリエーションもいいですねやっぱ三原色だからね、うん、ああそうね光の三原色ねいい、うん、ちょっと立ち位置一回行ってみようそうだね行きます、うん、はいだからさそうするとこれでしっくりこなかったら立ち位置ついてないあでもこう見るとやっぱ色かぶってるねかぶってねえよ目がぶっ飛んでんだけど眼鏡かけない確認したっていうやっぱでもこうやって見るとやっぱりさ、うんうん、やっぱいやもう昭和初期のボケ方昭和初期だよそれ誰が令和笑うんだよはいはい、はい、ちょっとねこれだからちょっとこれでちょっとやっぱりさ、うん、行ってみちゃおうかなって思いますうん、うん、新生 S5、うん、はいメンバーは変わります、うん、だけどやっぱこうね色的な部分は一回これを引き継いで、うん、で、ハチの思いも引き継いで、うん、そうね、彼も VTR で言ってましたよ、ちゃんと、うん、僕の色引き継ぎますかって、うんうん、ありがたいですねそう、うん、言ってくれて嬉しい俺なら絶対に嫌です、うん、俺も嫌ですいや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 二度と青を着ないでください青と共演 NG にしてくださいそれぐらい意地悪な気持ちでね、うん、持ってるけど、うん、ね、だからちょっとね、うん、今後はちょっとこの色で、うん固定していってみようかなと引き継いで、はい、頑張っていきたいと思いますはい、はい、じゃあちょっとエンディングにいきたいと思います、うん、はい何イベントなの前からエンディングいきますいきますみたいな YouTube ってそんな感じなのはいというわけで、はい一応色が決まりましたイエーイどうじゃどうじゃこのバランス最高じゃろがあやっぱねこうやってね並ぶとやっぱり、うん、バランスいいもんねいいねいいね似合いますねやっぱ二人でしょいい感じ、うん、いいちょっとさせっかくならいつも通り自己紹介してみようオッケー世界のパーティーピーポーのみんな俺はパーティーパープー俺についてこい紫担当ジョージみんなみんな集合オレンジ着ないや、オレンジ着なよオレンジ担当、ゆうやグリーン、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 グリーンみんなで踊ろうグリーン担当、チャンユーデイ俺たちは芸人アイドル S5 どうもみんな、今日は俺らに酔いしれろグリグリグリーンリズム系で俺に引っ張られてなかったいやいやいや気のせいそんなことないですよ気のせいかなはい気のせいちょっともう一回やってみるじゃん、うんいいのこの位置でやる、うん、うん、この位置で一回この位置でちょっともう一回自己紹介いいか、はい、なんか気のせいがじゃあ行くよ朝見るのは紫のアジサイバカ野郎俺の笑顔を見ろ俺に酔いしれる準備はできてるか紫担当ジョージこの弁当温めますかお、レンジでお願いしますオレンジの
コンビニでもいつでも一緒、あなたとコンビニ、ファミリーマート言うやちょっと待ってくれわっしょい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 、チャミスル飲んで盛り上がれ、グリーン担当キャンキュンデー、俺たちは芸人アイドルS5 3になってるよ、まず3になってるし、なんつったチャミスル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 のみのみする、うん、緑どこにあったしかもグリーン担当ちょっとキャラ変わるね、いや違うよそもそも、うん、俺らの T シャツが変わってんだよ、まず違う変わってる、おかしいよ、俺これでいく、俺じゃこれでいく新生 S5、 俺もこれでいく新生 S5、 逆に抜けたやつの色残って残ってるやついるからおかしいだろ急に字が出し始めた、確かにね違います、じゃあちゃんと普通の服装に戻ります、うん、はい、じゃあ実はここからが本当のエンディングです、本当のエンディング、はい、さっきはちょっとね色をふざけてね、そうですね、やっちゃってましたけど、はいはい、本当のエンディングはこっちです、はいはい、あの本当のエンディングを見る前にね、あの YouTube 撮っちゃった人は、うん、カラーがめちゃくちゃのまま終わっちゃってるんです、本当はこっちです、はい、こっちです、はい、はい、なので新生 S5、 はい、ちょっとカラーはねそのまま引き継いでいこうかなとは思いますので、もしかしたらねワンちゃん急にまた色が変わる可能性もあるんですけど、一応ちょっとね、うん、この色でいろいろ試しつつやってみようと思います、うん、はい、はい、今後もね、うん、新生 S5 になりましたが、うん、緑は、8からこちらの方に変わりまして、チャンユーです、はい、今後も頑張ってチャンユーです、ボーモードル、ボーモードル、いいいいいい、ペコンスターで、ペコンスターとボーモードルのコラボみたいなのいらねえんだよ、はい、はい、なので今後もねこういったふざけて頑張っていきたいと思います、ふざけてないよ、はい、いつだって本気だよ、ジョージです、ユエです、ジャニーです、俺たちはジャニーズからやってきました、わー、吉本です、SIP、 はい、じゃあ最後にね、はい、SIS5 ちゃんと色いや昭和のボケ方いらねえんだよはい、色を決まったんで、はい、最後にちゃんとね、はい、いつもの決めポーズで今日は終わろうと思います。はい、お願いします。ジョージだよ。はい、違います。最後ビシッとね、ちゃんとやっぱやりましょう。オッケー、もちろん。はい、オッケー、もちろん。はい、ちょっと、はい、ビシッと決めて。いくよ。はい。ジョージです。ユゲです。チャンユです。ビシッとしてる。それもうぬるっとなの。ビシッと決めよう最後。申請として。そう、申請する。はい、新しく。やっていきましょう。君のハートを真っ赤に燃やそう、赤色担当ジョージ、俺たち S5 でもう締めよう自己紹介いりません、もう知ってます皆さん、すいません、ちょっと笑いをよく理解してませんでした、すいません、じゃあ最後ビシッと決めて、はい、行きましょう、夢をつかむのは俺たち芸人アイドル S5、 これからも応援よろしく、よろしく頑張るぜー。